では皆様手を合わせましていただきます。何もつってないよね。うんま、スパゲッティとサンドグリをさ混ぜようと思った人すごくない？天才だと思うんだけど、本当に。なんか最近すごくなんか順調に物事が運んでいて嬉しい反面、前も書いたんだけど、なんかさ、下積みがすごく長かったんです、僕、本当に。昔から夢とか追いかけるものはあったけど、実現しないことが ほとんどで、で、昔こう事務所に入ってオーディションを受けてる時期とかって、自分の個性をすごく僕否定されてたんです、ずっと。自分のこうしたい、愛したいっていうファッションだったり、自分のビジュアルだったり、自分のイメージするものが僕すごく頭にあるので、もともと。結構それで結構反発しちゃうところがあったりして、いやなんか自分のそういう個性とかをこう消そうと思ってる時期があったんですよ。だからすごい夢を諦めてアパレルで一生生きていこうと思ってアパレルの会社に就職したけど、やっぱり自分のやりたいことっていうのを捨てきれず、なんか僕昔から謎にこう自分にすごい自信があったんですよ。自分は何か大きなことをできるんじゃないかっていう自信が昔から結構あって、オモニにも言ったりしたけど、オモニからしたらさ、何この子って感じじゃん。で、上京するときも、やっぱりその時からさ、まあ、髪の毛抜けてたから、オモニからすれば、まずこう、自分の夢を追いかける前に、その病気を早く治した方がいいんじゃないのっていう意見があったんですよ。脱毛症を早く治して、髪の毛全部生えて、そういう体質を改善してから自分の夢とかを追いかけた方がいいんじゃないのみたいな。髪の毛ないと、なんかそういうタレントとかになったときも困るし、みたいなこと言われて、でも僕からすると、髪の毛って二の次でしかなくて、うん。もちろん髪の毛欲しいなとか、眉毛でまつ毛が抜けるのってやっぱ悲しいし、うん、まあ、嬉しくはないよ、もちろん。私、あった方がやっぱいいと思うし、羨ましいなって気持ちも別になくはないけど、でもそれよりもさ、やっぱ髪の毛ないからって別に何なのって感じだったから、上京して絶対自分のなんか夢を成功させたいっていう風に、昔からずっと僕言ってたんですよ。でもまあ、3年、4年、ぐらいずっと下積みというか、自分の思い通りに全くいけなくて、お金も全然なくて、あと1週間、給料日までのあと1週間どうやって過ごそうってぐらい お金がなくて、っていう生活をずっと送りながら、地道にね、SNS とかに自分のメイク乗っけたりとかしてたんですけど、それが最近さ、まあ、自粛期間からこの半年間の間で僕の人生がもうめちゃくちゃすごい変わったんですよ。それすごい嬉しくて、まだまだ、スタートラインに立ったばっかりというか、立ててもないかもしれないけど、いい方向に行ってるのはすごく嬉しいんだけど、その反面やっぱり今までのことが、辛い経験とか、悔しかった思い出ってものがやっぱり僕の中ではすごくたくさんあるから、なんかこう、一瞬にしてそれが消えてしまうんじゃないかって思う時があって、やっぱり昔から、なんか、いいことがあったら悪いことがあって、悪いことがあったらいいことがあるっていう風に僕はずっと思いながら生きてきたから、すごく順調だからこそ、今いいことが起きてる分、もう次から悪いことばっかり起きるんじゃないかって思ったりするんですよね。だからそれがすごく怖くて最近。体調崩したりとか、また病気になったりとか、もう今髪の毛全部ないから、脱毛症が進行するのはもうこれ以上はないから、別にそれは心配ないんだけど、違うなんか癌だったりとかそういう病気になっちゃうんじゃないかとか、そういう不安な要素がめちゃくちゃ頭をこうよぎっちゃって、で最近ちょっと眠れなかったりするんですよ。夜とか。でもさ、そうやってさ、なんか悲観的に考えすぎちゃってるとさ、どうしてもなんかいざなんか自分が大きいことをしなきゃいけない時とかチャンスが転がってきた時になんかこう自分の 100% の力を発揮できないんじゃないかって思うですよね、最近すごく。だから最近はまあまだそういう考えは捨てきれてないけど、間違いなく自分が努力した経験ってさ、ゼロではないじゃん。自分が頑張って、まあ結果がどうあれ自分が頑張ったことってさ、別にゼロではないから、それが今になって帰ってきてるんだろうなっていうふうに考えるようにして、これまでの努力が報われてるんだっていうふうに思うようにしてるんだけど、なんかこうさ、すごく自分的にもがいて頑張って毎日いろいろ考えながら生活しているんですよ、みんな。なんかその人がどんだけ頑張ってるかってさ、その人しかわかんないわけじゃん。だから、それを全て汲み取ってほしいとか言わないんだけど、せめてさ、人が嫌がる言葉を言わなくていいんじゃないかなって思うんですよね、僕は。これ相手傷つくだろうなって思いません？で、僕がそれを一番感じるのが TikTok ね。まあ、ある動画のコメントで、
褒め言葉というか、そういう表現として言ってるのはわかるんだけど、ある一人の人から、イケメンすぎてハゲてほしいっていうコメントが来たんですよ。で、まあ、イケメンすぎてって書いてあるから、うん、まあ、そんなことないんだけど、ちょっと行き過ぎた褒め言葉って感じだと思うんだよね。その子も多分悪気があって言ったわけじゃないし、あくまで多分褒め言葉として言ってくれてると思うんだけど、まあ、僕からするとさ、あれじゃん？髪の毛全部ないじゃん。眉毛もまつ毛も全部ないじゃん。だから、僕からするとその言葉って、結構傷つくんですよ。その子が知ってて言ったわけじゃないと思ってるけど、もしかしたら、知った上で僕のことを言う人ももちろんいると思うし、で、それを聞いた時に、やっぱり言葉選びってすごい大事だなって思ったんですよ。自分は褒めてるって思ってるかもしれないけど、言われた側としては褒められてないって感じる言葉もあるなと思ったから、それに対して僕が悪気があって言ってるわけじゃないっていうのは分かってるけど、一応言っとこうと思って、僕は髪の毛も眉毛もまつ毛も一本も入ってないですって話を動画でお返事をしたんですよ。自分が褒め言葉と思ってる言葉でも相手としては違う言葉もあったりするよっていうのを伝えたくて、この動画を出したんですけど、なんかそのコメント欄がすごくたくさんたくさんコメントが今あって、多分1500件ぐらいコメントがたくさん来てるんですけど、なんかそのコメント欄見てるとやっぱ余計に思っちゃうんですよね。なんか優しいコメント欄ですねってコメント欄あるけれども、僕にとってはもうそういう風に全然思えなくて、なんか例えば変な話さ、全身脱毛症ですって言ってるから全身毛ないじゃんって言ってるじゃん。全身脱毛症ですって言ってるわけじゃん。なんだけど、例えばなんか下の毛はどうなんですかとか、なんか眉毛整えなくていいの羨ましいですとか、そういうなんかコメントがあるんですよね。で、それも多分悪気があって言ってるわけじゃないっていうのはわかるんだけど、でもそれを言われた側の気持ちって考えてますかって僕聞きたくなるんですよ。下の毛生えてますかって普通聞きます？会話するときに聞かないでしょ。で、眉毛整えなくていいの羨ましいです、私も眉毛なくしたいって書かれるとするじゃないですか。羨ましいです、私も毛なくしたいっていう言葉って僕からするともう本当に結構悲しい言葉なんですよ。なんか TikTok のコメント欄僕見たくなくて、暗い気分になっちゃうから見なくなっちゃって最近。なんか自由にコメントするのはいいんだけど、ユテメイトのみんなって僕の人となりというか、どういうことがあってっていうのを割と見てくれてる人が多いから、自分がどういう気持ちでこの言葉を言ってるかとか理解してくれてるじゃないですか。だからコメント欄見てもすごい優しいコメントばっかりで、僕はすごくそれで励まされることが多くて、たまにアンチとかももちろんいますけど、なんか基本的にはポジティブになれるんですよ。 YouTube のコメント欄って僕の仲間というか友達、ユテメイトって思ってるから。なんだけど TikTok ってやっぱり15秒っていう時間しかないから、 YouTube と違って YouTube 20分とか15分とか僕自分で時間選べるじゃないですか。でも TikTok ってまあ長くても1分じゃないですか。1分で自分の気持ちを伝えようと思うと結構難しいし、その15秒間でその人の人間性を理解するのって結構難しいと思うんですよ。だからしょうがないと思うの。しょうがないと思うんだけど、言われて気づく言葉って簡単にわかるじゃないですか。だからそれを言わなくていいんじゃないのかなって思うところが最近すごくあって、なんか自分の時間というか自分がしたいことないのかなって思うんですよね。僕からすると自分のことで精一杯だから、人のことにさあんまり目を向けられないんですよ。相談コーナーとかするときとか DM もらったときにこうメッセージで届くから、それを見て初めてその人のことを考えようと思って考えて僕はお答えをするんですけど、じゃないと僕人のことあんまり見れないんですよ。自分が忙しいし、自分のことで精一杯だし、自分がどうしようあしたいこうしたい、自分がどう幸せになるかっていうのを考えながら生きてるので、周りのことまでこうどうこう言おうって気になんないんですよ僕は。結構そういう風にさ、人のことを言ってる人ってさ、やっぱりこう自分にすごく時間があったりとか、自分の手が空いた時間に SNS 見るじゃないですか。だからこう手が空いた時にもっと自分自身にこう目を向けてほしいなって思うんですよね。なんかこう愚痴とか悪口を言わないようにしろって言ってるわけじゃなくて、だってネットってすごいんですよ。だって全世界の人見れてるんですよあれ。そう思うとなんか自分の言動を気にしようと思いません？世界中にこの言葉が見られてるんだって思うと怖いなーって思いません？ちょっと。私僕もなんか3年前とか4年前とか、まだあんまりこう、今みたいに言葉を大事にしようとか、そういう風にあんまり思ってなかった時のツイートとかを、未だにこう、引き合いに出して言われたりもすることあるし、
昔はこうやって言ってましたよねとか。でも自分が変わろうと思えば人って変われると思うんですよね。性格とかってさ、なかなか意識しないと変わらないと思うから、変えたい変えたいっていうだけじゃ変わらないと思うんだけど、僕みたいにこう何かのきっかけで、あ、こうなんだって気づくことができたら人って変われると思うから、仮にねこの動画を見た人が、あ、そっかって思ってくれて意識が変わったりすると、ちょっとずつ変わっていくのかなと思ったりするから、ちょっとまた話そうって思ってサブクリ作りながら今喋ってるんだけど、人と付き合っていく上での根本的な気持ちというか、そういうものを履き違えてしまうといけないなって思うので、それをちょっとね、なんかもうちょっとだけ意識をしてほしいなって思うことがちょくちょくあります。僕もまだまだなので、一緒にね、なんか少しずつ変わっていけたらなって思いますね。完食しました。まあやっぱり世の中ってやっぱ不公平よ、すごく。お金があるないだったりとか、自分のビジュアルだったりとか、そういうのってやっぱ比べ出しちゃうと切れないじゃないですか。僕もああなりたいこうなりたいって昔はあったけど、今は特に思わなくて、ある程度ビジュアルとかだったら全然僕の場合メイクだったりとか、自分努力次第で変われるっちゃ変われるし、で気持ちがさ、すごくこう暗くなってしまうと余計自分の人生暗くなっちゃうなーって思うんですよね。僕の場合さ、まずそもそも髪の毛全部ないじゃん。そう、髪の毛ってか全身の毛ないってさ、まあまあなマイナス面じゃないですか。普通に一般的に考えると全身の毛が生えてないって結構なハンデだと思うんですよ。だけどそこばっかりにとらわれちゃうと自分の人生さ暗くなっちゃうじゃないですか。やっぱり何が自分の幸せなんだろうって一番に考えた時に、幸せになりたい人ってさ、やっぱ暗いこと考えてないじゃないですか。基本前向きに生きてるからこそ自分の欲しいものが手に入ると思うんですよね。なんかこう競争して お互い高め合うみたいな関係性はすごくいいと思うんだけど、果てしなく上にいる存在と自分を比べてしまって自分なんてって思うのはちょっと違うんじゃないかなって思います。余計に自分の身の回りの大事なものとかが見失っちゃいそうな気するし、まず自分をこう認めてあげて愛してあげることが一番自分の幸せにつながると思うので、本当に幸せになりたいなって、自分の人生変えたいなって思うんだったら、まず自分のことを受け入れて愛してあげることかなって思いますね。それが一番初めにするべきことだと思いますよ。あと昔から僕自分をすごい客観的に見る癖がついてるから、瞑想とかもするし、自分のことをこう多感的に見て、性格だったりとか自分のダメな部分っていうのも全て見た上で、それも全て受け入れて、悪いところももちろんあるし、俺自分の嫌いな部分もすごいあるし、人に言わないけど自分がここはダメだなって思う部分もたくさんあるよ、本当にあるけど、そこも含め自分だろうなと思うし、そこをうまく自分でコントロールしながら生きていった方がいいなと思うから、僕は全然自分好きだし、髪の毛全部ないし、顔もこんなすっぴんやばいし、性格とかでも自分がちょっと嫌だなって思うところあるよ、全然あるんだけど、自分は自分の今の自分を好きでいようと思うし、好きだなって思えます。それは内面的にも外見的にもやっぱ努力をして変わってきたからであって、これから先も変わり続けようって思うし、そういう自分の向上心というかマインドというか、そういうものってすごくいいなって思ってるので、僕は自分がすごく大好きですよ。結構僕動画を使う理由としてさ、こうやって喋るじゃないですか、顔見ながら自分にこう跳ね返ってくるんですよ、言葉が。で頭の中今すごい整理できてるから、結構自分的にこの動画撮ることによって救われてる気がするんだけど、動画 YouTube 上げなくてもいいから動画撮ってみて、自分の言葉とかをで自分で聞いてみて、自分がどう思ってるかとか表情とかを見て自分を分析するでもいいし、そう、なんか自分のことを客観的に見てあげることで自分の把握ってすごいできると思うから、そういう風に自分をどんどん好きになっていって、あんまりこう人とか周りの人に嫌な言葉をかけないような人になれたらなって思いますね。はい、という感じで久々に語り系の動画をすっぴんでお届けいたしました。本当にこんな画面で申し訳ないです。では今日はこんな感じで終わろうと思います。今日も最後まで動画を見てくれて本当にいつもありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ゆてでした。バイバイ。